こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネル、今回は第56回となります。今月ね、つい先日ですけれども MacBook Pro Retina、15インチミッド2015モデルが登場しました。それに先立ってですね、3月には13インチモデルも新型となりましたけれども、その中でね、注目されている新機能というと、感圧トラッチックパッドかなとも思いますけれども、私がね一番注目してたのが SSD です。はい。SSD はですね、従来型と比べて2倍高速というような、ことがね、3月の発表会で、アナウンスされてましたけれども、実際にね、新型の SSD、2015モデル、ベンチなんか撮ってみると非常に速いということでね、大きな、性能アップにつながってますけれども、これがですね、果たして、従来型のね、レート2013モデル、あるいはミッド2014モデルに使えるか、私はね、使えるんじゃないかなというふうに踏んで、おりました。そしてさらにね、使えたとして性能がどのぐらい上がるんだろうというところがね、非常にいいポイントとなります。ですね、こちらが、従来型、2013-2014 モデルで、使用されていた、1TB の SSD、これですね、256や 512GB のモデルとは違って、4レーンの PCIe ということでね、256、512、あるいは128なんかはですね、2レーンということで、それよりもね、随分早い 1GBps 近い性能を出しておりました。ということでね、これだけでも従来型の他の容量と比べるとかなり早いんですけれども、ついにね、2015モデル用の SSD がこちら、はい、1TB 単体入手いたしました。比べてみますとですね、端子形状などは、全く同じですね。そして、フラッシュメモリーチップですけれども、ちょっと分かりにくいですかね。表裏に、こちら、旧型の方ですけども、4枚ずつ、搭載されてます。そして、新型の方、こちらもね、片側に4枚、ずつ、合計8枚、搭載されてますけれども、ちょっと大きさがね、新型の方がだいぶ大きな、メモリーチップになってます。256、512GB はですね、細いタイプで、それで、細いタイプなんでね、MacBook Air に、スペースのない MacBook Air にも搭載できたんですけれども、新型のレティナ用の256、512GB はですね、多分このメモリーチップの大きさのせいだと思うんですけれども、この幅の広いタイプになってます。ということでね、256や512でも残念ながら MacBook Air には搭載できない。したがって MacBook Air はね、従来型と同じ速度ということになっている。というふうに私は解析いたしました。ということでね、この新型の SSD、果たしてレート2013モデルに搭載できるのか、動作するのか、そしてその性能はいかにというところをですね、今回検証してみたいと思います。はい、ではまず最初にですね、この MacBook Pro 13インチ Retina、レート2013モデルについている 512GB の SSD がどのくらいの性能かというのを見てみたいと思います。はい、やはり振り切りました。ライト。振り切りましたが、650、そしてリード720。はい。はい、ライト、お。1回目はね、ちょっとね、誤差が大きいんですよね。リード720、ライト600。
877という数字が出てきました。まあリードが700兆、ライトの方が700ちょっと下回るというところのようです。はい、それではね、この MacBook Pro 13インチレティナ2013、裏蓋を外してね、 SSD を取り付けたいと思います。まずね、10本ネジがありますので、これをね、ペンタローブドライブ、星型のネジですので、これをね、10本外していきます。まあ、特殊形状ですけれども、ドライバーさえあればね、簡単に外せます。はい、ネジが、10本外れましたのでね、裏蓋を外します。はい、SSD がね、こちら、512GB の SSD がこちらです。こちらね、見てわかる通り 1TB のものがね、細身のタイプなんで、これ Air と共用できるんですけれども、新型の SSD はね、256、512GB ともにね、太めのタイプになっております。取り外すにはね、ここの固定用の T5 トルクスネジ1本外すだけですので、非常に簡単です。はい、そしてネジ外したら、スロットから SSD を引き抜きます。これだけですね、簡単です。はい、そしてね、2015モデル用の、SSD 1TB装着します。はい、非常に簡単ですね。はい、ここのあとは固定ネジを取り付けるだけ。はい、もう完了です。あとは、裏蓋を元通りに取り付ければ完了です。はい、それではね、MacBook Pro Retina、2013モデルに、新型の 1TB SSD を装着したらね、どのぐらいの速度が出るのか、早速計測してみたいと思います。まず1回目はね、ちょっと誤差が大きいので、ここは無視していきましょう。はい、そしていよいよ注目の2回目、ライトの方が1400出ました。リードの方は1300ぐらいですね。はい、ライト1420、リード1360。はい、1.4GB/s 前後の値が出ております。はい、というわけでですね、速度倍というのは伊達じゃないというところがね、ここまでの結果で分かりました。はい、というわけでですね、元の 512GB では 700MB/s 前後だったのがですね、1TB 新型 SSD に変えたところ 1.4GB/s 前後のスピードが出たということでですね、倍のスピードというのも伊達じゃないなと、激速になりますね。はい、今回はですね、この MacBook Pro Retina だけじゃなくてですね、ちょっと旧型の Mac Pro、こちらね、2009モデルでやってみたいと思いますけれども、こちらに装着した場合はどうなるかということも同時にやってみたいと思います。はい、もちろんですね、旧型 Mac Pro に、この SSD 直接はさせませんので、PCI Express カードタイプのアダプターをお返して、取り付けます。こういう形になっておりますね。果たして、MacBook Pro Retina で装着した時と、同じような性能になるのかというところがね、注目です。はい、というわけでですね、Mac Pro 先ほどのカードを装着して、起動いたしました。Mac Pro というのがね、一応ちっちゃいですけれども、見えますでしょうか。ちょっと厳しいかもしれないですね。こちら RE2009 モデルです。それではね、早速ディスクスピードテストを見てみましょう。はい、まあ、先ほどとね、同様で一発目はちょっと無視ということで、お願いします。
そして注目の2発目、1420、ほぼ先ほどと同じような数値ですね。そしてリールの方は先ほどよりもむしろ上がってますね。はい、リードもライトもしっかりと1400を超えております。はい、リードの方はね、1400に近い、1500に近い値が出てますね。はい、ちょっと私がね、ちょっと他の機械にテストした際にはね、リードで1.5を超える数値も出ておりました。こちら若干ですけれどもね、レティナよりも速い速度が出ております。アダプターを介しているということでね、速度がどうなるのかなという点も気になりましたけれども、やはりね、腐っても、ちょっと古くなっても、最高峰モデル Mac Pro、良好な結果を叩き出しております。はい、というわけで、今回の、New MacBook Pro、レティナ用の、2倍速い SSD の検証、いかがだったでしょうか。予想通りというか、期待通り、旧型のね、2013、レート2013、そしてミッド2014モデルでもね、使用できて、そして期待通りの速度が、出てました。ちょっと今回はね、まあ、1.4GB パーセック前後でしたけれども、ちょっと条件によってはね、1.5を上回る速度も出ております。こちらのね、SSD。ヴィンテージコンピューターではですね、早速、こちらのタイプの SSD 入手しまして、すでに販売中です。13万9800円ということでですね、ちょっとね、お値段は張るんですけれども、この速度というとね、まあ、SSD を4台ぐらい組み合わせた、高速レード組まないとなかなかここまで出ないということを考えるとね、十分その価値はあるんじゃないかと思います。ただまあ、そこまで激速でなくても、十分激速、十分速くて、容量の大きい従来型の 1TB。こちらもね、10万8000円で、販売中ですので、どちらもね、よくご検討の上、ご購入検討いただければと思います。そしてね、さすがに10万円超えはね、もう MacBook Air が買えちゃうぐらいだから、とてもじゃないけど手が出ないという方、ご安心ください。ヴィンテージコンピューターでは、この PCIe タイプの SSD、512GB、256GB、さらにね、主にフュージョンドライブ用に 128GB の SSD もね、販売しております。まあ、2万円台から、まあね、最高峰は13万9800円までということでね、各種取り揃えておりますので、ぜひね、皆様にぴったりの SSD を探し出してですね、アップグレードしていただければと思います。それでは来週まで、さようなら。